目は世紀の歌をやろうかと思ったんですけども、もっとこうタイムリーな方がいいかなと思いまして、前にも講義をさせていただきました渋沢栄一の話、ちょうど NHK の大河ドラマで1月から始まりましたのでね、これに関係してお話しした方が皆さん興味持っていただけるかなというふうに思いまして、それで声援渋沢栄一の気骨というテーマでお話しすることにしました。前も多分このようなテーマだったかなというふうにも思います。で、声援というのはこれは雅号なんですね。渋沢栄一の号です。で、渋沢は姓ですが、栄一は、彼の個人のお父さんから付けてもらった名前なんですね。で、声援というのを上に雅号を持ってきまして、渋沢栄一と、そして気骨というのは、気骨があるという言葉がありますけれども、渋沢栄一という人はね、体が決して大きい人じゃないんですけれども、アメリカまで行ってね、有名人を堂々とやっつけてくるんですね。これは後で話の中に出てくると思いますけれども、まあ、そういう意味で彼の気骨というのは、尋常一応ではないというふうに私は思いまして、こういうテーマでお話しさせていただくことになりました。で、彼の生い立ちということ、それと同時にやはり当時の時代を反映しましてね、尊攘志士の心意気というふうなことで、尊王攘夷の志士として活動しようとしたわけですね。で、彼は天保11年1840年の2月13日に生まれております。生まれた場所は武蔵野国の半沢郡血洗島村、穏やかな名前じゃないですね、千洗島っていう、そういう名前で、現在は深谷市の千洗島と言っております。家は農業と、それから養蚕、それから藍玉の生産を営む家なんですね。生まれは、まあ、そういうこと、天保11年という年でありますが、生まれた家はですね、土地の人たちは当時はね、中んちとかですね、それから東んちとかっていう、まあ、地域によっては今でもそういう呼び方を、なんとかちっていう言ってますね。で、その中んちの渋沢一郎右衛門元助という人、号番号と言いましたが、なかなか学問もある人で、その方がお父さん、それからエイというのがお母さんでありまして、その三男に生まれました。実は10人兄弟で生まれてるんですが、成人したのは3人だけなんですね。7人亡くなってるんです。そういう家で、彼は結局三男なんですが、あとはお姉さんと妹なんで、男の子として長男という形で育ったのは栄一一人なんですね。で、幼名は一三郎、あるいは栄次郎、後に、通称を栄一郎、渋沢栄一郎で、一般的な名乗りというのは栄一というふうに言ってたようです。だから号がですね、雅号が声援、これはあまり声援と呼ぶ人いないんですけども、やはり、彼自身はそういう願望を使う場合には声援というふうに呼んでほしいという気持ちを持ってたようですね。で、一橋、後に話しますが、一橋家に、使えるわけですが、その頃は、徳田優というふうにを称したようです。で、彼の小青年時代はですね、どんな人物が周りにいたかということを簡単にお話しますと、重要な人物としてはいとこが3人います。この3人は後々まで大きく渋沢栄一と関わってくる人ですね。
その3人といいますのは喜作、それから新五郎、長七郎というこの3人なんですが、まず1人は丸1のところを見てください。東の家と書いて東んちと読んでるんですね。東んちの渋沢喜作、この人は誠一郎、それから郷をね、ロインというふうに言ってますね。それからこの人は2歳栄一よりも年上で、一橋家に一緒に後に仕えます。これが渋沢喜作。それから、同じ道軍のですね、手羽村っていうところがあるんですが、その手羽村に生まれたのは小高慎五郎、それから小高長七郎、この兄弟です。テレビではですね、小高慎五郎を順中というふうに音で呼んでるんですね。私はね、果たしてね、テレビで言ってるように順中と呼んだかどうか、まあ昔から一般的に厚田だというふうに呼んでいたというふうに思うんですね。しかも厚田田さんとかっていうふうには普通言わなくてね、通称の慎五郎さんというのに一般的には呼んだと思うんですね。したがってテレビではね、順中って言いますから、ちょっと気をつけて、これ厚田田のことなんです。で、郷はね、乱光というふうに言います。それから弟が小高長七郎、広高、郷は東年。でこれは兄弟でありましてね、小高慎五郎は栄一よりも10歳年上、それから弟の長七郎は栄一よりも2歳年上、この2人が後々まで大きな影響を栄一に与えていきます。で、この小高慎五郎の妹に千代という妹が生まれるんですが、この人は後に、渋沢栄一の奥さんになる人なんですね。ですから、東んちの渋沢喜作、それから手羽村の小高慎五郎、小高長七、それから妹の千代、こういう人たちが少年時代から、栄一の少年時代から非常に密接な関係を持った人物であろうというふうに思います。で、少年時代はお父さんの一郎右衛門という人はなかなか学問のある人で、どんなものを勉強したのかということを調べてみますと、大学、中庸、論語、そういうものを一生懸命勉強し、それから習字も習っていたんですね。それから7歳頃には、10歳年上のいとこである、先ほどおっしゃいました小高慎五郎という人も非常に勉強をした人でね、水戸幕などにも強い、関心を持っておりました。でこの小高慎五郎から四書五経などを栄一は教わるんですね。で栄一の生まれ育った家とこのいとこの小高慎五郎の家は少し離れてるんですが、まあ昔の人はそのぐらいの距離はいくらでも歩いて、通うんですね。渋沢栄一がこんなことを語ってるんです。私は特に東子先生に学んだなどということはありませんと。直接東子先生には学んでないということです。さりながら少年の自分に私が漢籍の素読を受けたのが私の居宅に近い村塾で、私よりも実際の長者であった小高厚忠という人でありました。この小高は少年より水戸学問を好んで15、6歳の頃烈公の追取替えを拝見しました。これ水戸まで来てね、追取替え見てるんですね。そうした体験がまた、距離に戻って
栄一たちに大きな影響を与えていくことになります。これは東光会の講演集の中でこれが書かれているんですが、それで次に丸の2です。厚忠はいつしか水戸学の師父を慕うに至り、長髄に及びて藤田とこの行動換気術技日立帯相沢聖経祭の相沢聖祭ですね、相沢経祭の神論などを愛読してますますその感化を受けたり、こういうことが、記録されています。ですから渋沢栄一はこのいとこである、小高新五郎厚忠、この人の影響を受けて水戸学に馴染んでいったんだろうというふうに思います。で、この厚忠が、お糸利狩りを見るに至ったのは、これね、やはり親戚のおじさんか何かに連れられて行ったみたいですね。で、そういう中で今度は四角の三番です。幕末激動期を迎えた頃に青年渋沢栄一はどういう動きを見せたかと言いますと、嘉永6年14歳の時にこの年より家業を助け、農耕、養蚕、藍葉買い入れ、藍玉の製造、そういったものの販売にも従事しています。ですから農家の一人前としていろんなことを身につけていく。特に栄一の生まれた家というのは、藍玉の生産、藍の購入というようなことで、力を発揮してるんです。で、この嘉永6年1853年この年はフェリー来航なんですね。フェリーがやってきたのはこの年の6月3日であります。まさに幕末激動の始まりで、それから3年ほど経った安政3年、この栄一という青年に大きな影響を与える事件が起こっていきます。それはですね、17歳の時に漁師の阿部摂津守の支配地岡部の陣屋でのことなんですが、大官の一人の若森坊というのからね、厳しく侮辱されるんですね。大官などはね、かなりやっぱり言われ散らしてね、農民に対しては厳しく当たることがあったようです。それに対して渋沢栄一はその役人に対してですね、次のようなことを記録してるんですね。私は陣屋の役人に加えられた部別に対する憤慨の念は新婚に徹して、どうしても忘れることはできない。この大官から言われたね、ことがもう腹が立って腹が立ってどうしようもない。で、陣屋の一件があってから田舎の百姓で一生を終わるよりも武士となって世に立ちたいという希望は瞬時も忘れることができなかった。いつか見ておれと、必ず私は武士になって見返してやるからなというふうな強い意志を持ったのがこの17歳の時なんですね。そして次2年後の安政5年の6月に日米修好通商条約が調印されました。9月からは安政の大獄が始まりました。で、まだこうしたことは直接栄一の生活には
影響はしてきてはいないんですけれども、この19歳の12月に栄一は小高慎吾郎の妹千代さんと結婚いたします。そしてこの頃からですね、栄一とそれからいとこの慎吾郎、長七郎、同じく喜作、こういう人たちと共に慎吾郎の2階に集まってですね、この集まった場所をね、梁山泊と呼んでるんですよ。梁山泊っていうのは皆さんは聞いたことあると思いますけれども、三等賞の受長権っていうところにある、梁山という山があって、そこは天然の要害なんですね。で、北宋という時代、北の宋という北宋の時代に大盗賊が108人集まりましてね、みんなその豪傑を着取って、人当てあげようというようなことであって、この梁山泊というのはそういう意味では、これは水滸伝の中にも出てくるんですけども、結構有名になるんですね。で、その慎吾郎の家を梁山泊というふうに称して、集会し会合します。そうしているうちに1860年3月3日に桜田門外の変が起こりました。飯大郎が殺害されます。またこの年8月15日に水戸の烈公斉昭公がですね、水戸城で亡くなります。世の中また大きく動いてくるわけです。そして翌年文久元年1861年でありますが、栄一22歳、彼は3月の初めから5月の末にかけて江戸に遊学するんですね。江戸に行って勉強したいと。で、海保漁村という儒学者のもとに入塾しました。だから武道の方は芝道場に入って、そこで剣術の稽古もいたします。で、翌年文久2年23歳の時に起こったのが坂下門外の変。もちろん水戸の何人かがこれにも関わっておりました。ところがこのいとこの小高長七郎ですね、慎吾郎の弟の小高長七郎もどうも多少関係があったみたいなんですよ。それでこのまま、この千洗島の方にいたのでは危ないというので京都へ逃れます。身を隠すわけですね。で、文久3年翌年24歳の時、栄一24歳の時の春に栄一は再び江戸に出府しまして、海保漁村の塾に行き、あるいは千葉道場に行って、現実の稽古をする。そして後に千洗島へ戻ってきました。で、次のページをご覧ください。その頃のことですね、世の中の動きとして、前半期は将軍家茂が上洛したり、攘夷起源が来てそれに対する対応とか、あるいは下関の外国船砲撃事件いうようなことで尊攘派の活発な動きが見られました。8月には8月18日の政変というのが起こりました。公武合体派が、主導権を握ってですね、全国的には攘夷鎖港、特に横浜港を対象とした攘夷、運動が盛んになります。で、そうした世の中の動きの影響も受けたんでしょう。8月頃にはですね、小高慎吾郎、
栄一、それから喜作、こういう者たち約60数名が集まって11月12日の冬至を期してですね、高崎城を攻略しようと。そして高崎城から体制を整えて横浜港を襲撃しようというふうな計画を持つに至りました。そして栄一はですね、何度か江戸へ出ていろんな様子を知ってますから、9月の14日に武器調達のために、江戸へ登ります。書物によって150両を栄一が用意したという説と、いや300両だったという、説があるんですね。で、特に神田にですね、道具師で梅田新之助という人がおりまして、この人がですね、いろいろ武器調達には働いてくれたようです。で、渋沢栄一はこれを千原井島に運びましてね、そして、横浜港襲撃などをするための準備を整えているわけです。で、このこうした武器調達などをやっている頃に、江戸滞在中の栄一は一橋家の河村慶十郎、それから用人の平岡円四郎という人と知り合うんですね。これがまたいろんな形で、栄一の力になってきます。で、この年の10月29日の夜に手羽村の新五郎、小高新五郎宅の2階で、新五郎やそれから、長七郎、この長七郎は一時京都に行ってたんですが、3、4日前に帰国してきた。そして、東新地の家でですね、喜作のところで栄一、あるいは他に中村三平という人がいるんですが、こういう人、それと上に書いてある新五郎と長七郎、合計5人が集まりましてね、それで高崎城から横浜港襲撃というものをどういうふうにしてやるかということで詰めに入ったんですね。ところがこの5人が集まって話をしているところが、小高長七郎がですね、猛烈に反対をするんですよ。これはもうやっても無駄だと、必ず失敗するということで長七郎が反対しましてね、徹夜で議論をしたようです。結果的に高崎城の襲撃が中止されたんですね。そこで11月8日に栄一および喜作、この2人はこのまま千原井島にいても危ないと、狙われるということで伊勢をお参りする、伊勢神宮にお参りするという名目で江戸へ出るんですね。で、平岡円四郎の邸宅を訪ねました。平岡円四郎は一橋家の用人だった人、これがね、後にいろんな意味で渋沢栄一にとっては役に立ったようです。で、平岡円四郎宅を訪ねたところが、円四郎の奥さんからですね、主人は今もおりませんけれども、平岡家家来のですね、名目を許すというふうに主人が言っておりましたので、あなたたちは平岡家の家来としていうことを表に向かって言っても結構ですよというそのことを言ってくれたんですね。これがまた栄一たちにとっては非常に有利に働いたようです。それで江戸からですね、11月14日に栄一は江戸を出発しまして、11月の25日に京都に
到着します。ちょうどその頃10月26日に将軍後見職となっていた徳川慶喜が海路上洛いたします。そして11月26日に入居する。まだこの段階では渋沢栄一と慶喜、徳川慶喜との具体的な面談会合はありません。これもう少し先のことなんです。やがて元治元年を迎えます。この元治元年を迎えた時に栄一は25歳なんですが、一緒に京都に登った栄一と喜作がですね、景気公に仕えようというのでそのチャンスを狙うわけです。景気公はね、毎朝馬を飛ばすんだそうですね。この馬を飛ばすことを知った、栄一と喜作はですね、毎朝のように馬を走らせる景気公を見ましてね、チャンスを狙うんですね。そしてついに景気公が馬で飛ばしているある時に、目見得を果たすんですよ。まあ毎日のようにそこにね、這いつくばっている若者がいると。で、景気公も興味関心を持たれたんでしょう。それで声をかけてくれた。で、実は景気公、あなたに私は一橋家に仕えたいんだということを明かすんですね。それで景気公はね、分かったというので一橋家の奥口番、身分上は奥口番で、仕事は御用談書下役室役と、こういう役目を与えてくれたんですね。まあこういうことがね、渋沢栄一にとっては非常に良好であった、よかったということなんですね。だから毎日その景気公を馬で走らせるのを徒歩で追いかけたりするんですから大変だったと思うんですが、これを成し遂げまして、ついに、一橋家に仕えることになりました。これから次の2番目、一橋家仕官時代になります。で、栄一を中心として、話をしますので、喜作は略しますが、2月25日、平岡の命令で大阪下校ということを命ぜられます。大阪へ行けと。で、なんで大阪へ行けと言ったかと言いますとね、薩摩藩の織田要造という人物が薩摩出身で京都に塾を開いたんですね。それが石灰防御お台場築造御用係と、石灰防御お台場築造御用係という塾を開いて、そこで、薩摩藩士などを教育すると。で、この織田要造のもとに栄一は築城修行、お城を作るにあたってぜひ勉強したいというので入門を願い出るんですね。で、そこに書きましたけれども、織田要造の実力と藩士の父島津久光の死因を探り平岡へ報告すると。一体その織田要造というのはどの程度の人物なのか、それから当時藩主でありました藩主の父親であった島津久光、この人物は何を考えているのか、こうしたことを探れという平岡の命令だったようです。それで渋沢栄一は
この折田要蔵の塾に入って入れてもらって一生懸命やるんですね。でだんだんと折田要蔵の真意が分かってきた。そしてやがて3月の25日慶喜公は禁裏御守衛総督摂海防御式というような役職に任ぜられます。禁裏御守衛総督、禁裏というのは御所をお守りする総督ね。摂海防御、いわゆる瀬戸内海の神戸などを中心とする地域の防御の式と、こういうものをに慶喜公は任じられたわけです。実はこの3月25日に慶喜公が禁裏御守衛総督になった2日後に水戸の藤田小四郎たちが尊王攘夷の旗を掲げて筑波山に挙兵する、いわゆる源氏合衆変というふうに言われているものなんですね。で結局これがある意味では後のそのいわゆる天狗派の人たちの悲劇にもつながっていっちゃうわけですけれども、まあとにかく渋沢としてはその折田要蔵たちがどういうことをやろうとしているのかということをある程度掴んで、それを慶喜公に報告したようですね。そしてまた5月になりますとね、人選御用ということで関東の一橋領、当時ね一橋家というのはまとまった藩、例えば何々藩10万石とかですね20万石とかっていうふうにその領地をまとめて与えられてたわけじゃないんですね。一橋家の場合にはね南国というような形で各地に分散して与えられてます。例えばね、そこにも書いておきましたけれども、人選御用のため関東の一橋領括弧して武蔵埼玉、埼玉に領地があるんですね。塩漬けの浜、塩屋、そういうところに領地があって、そこをその一橋家の代官が行って米の収納をさせたりいろんなことをやっていく。これがその関東にもあるしね、それから関西にもあるわけですよ。播磨の方にもありました。皆さん宇津九弁岩って聞いたことありますか？栃木にね宇津家という家があって、そこで開発し作ったのがいわゆる宇津九弁岩、小さい時など飲まされた方もいるじゃないですかね。その宇津家もね一橋領だったんですよ。ですから、渋沢栄一はその宇津家にも行って、いろんなことを依頼したりねお願いしたりするわけです。でこうしたところを回ってね、創始約50人、結局一橋家を守るそういった人選もしてこいというふうに言われましてね、関東の一橋を回って50人ほど募集して連れて京都へ戻るんですね。そういったこともやってるんです。そして一方では12月に入ると慶喜公、一橋慶喜公が清浄老子軍追討の総督として大津や海津に出陣いたします。この時に栄一は軍中秘書役という形でその武田根斎下の、水戸から行った清浄老子軍を取り締まるその秘書役として結局仕事をせざるを得なかったわけですね。
まあ、これはもう、そういう役目として彼は言ってるわけですから TRE の問題ではないわけです。そして慶応元年の26歳の時に歩兵取り立て御用がかり、歩兵取り立て御用がかりというふうに命ぜられて播磨摂津兵庫から大阪にかけてですね、一橋領を巡回して約450名の兵を募集したといいます。そういう力っていうのがあったんですね。で、8月19日には警告から認められて勘定首頭並み御用談書出役という役目を与えられます。そしてそれから2年の春27歳頃までの間に備中の硝石製造所、これを設立する。硝石、いわゆる火薬を爆発させる時にも使えるわけですが、その硝石の製造所なども、渋沢栄一がここで設立しています。そして勘定組頭に抜擢されているんですね。ところがやがて3番幕臣時代とパリ万博件と書いてありますが、慶応3年27歳を迎えて7月に14代将軍の家茂が亡くなりました。21歳で亡くなる。で、その後ですね、8月20日に一橋慶喜慶喜公がですね、徳川宗家を相続します。14代将軍家茂が亡くなりましたのでね、それで慶喜公が宗家を相続すると。徳川家を相続するということになったわけです。で、栄一はね、徳川家の御家人になっちゃうんですね。ですから彼自身がね、そのかつて高崎城を攻撃しようとかですね、横浜こう襲撃しようなんて考えてた頃から考えると、まさか自分が徳川家の御家人になるとは想像もしてなかったと思いますよ。そうしているうちに、まもなく11月の29日に慶喜公の弟である徳川昭武、パリへ行った頃の昭武公ですね。こっちからが慶喜公、二枚堂慶喜公の写真です。こうしてその実は徳川家の御家人になるなんてことは想像もしてなかったと思うんですが、やがて慶喜公の弟の昭武公が清水家を継いで、そして、パリの万国博覧会に、行けということを命ぜられるわけです。その時に栄一に随行の内命が下りました。渋沢栄一に対して徳川昭武の将軍の弟昭武の、随行ということで、勘定閣、奉行と大体同じぐらいの役職なんだそうです。勘定閣に承認しました。そしてフランスへ向かうわけですね。12月5日には慶喜公が第15代の征夷大将軍に就任します。そして、年が改まって慶応3年、栄一28歳でありますが、1月の11日、
民部公子徳川喜多がいよいよ日本を出発する。でこの時喜多公15歳ですね。フランスの優先アルケー号というのに乗船して横浜を出港しフランスへ向かいます。そして、航海それからスエズからアレクサンドリアまでが鉄道、アレクサンドリアから地中海を船でマルセイユまで行きました。4月の11日にパリに到着したそうです。そしてそれから、万国博覧会の行事や博覧会の視察、それが終わると各国の視察旅行をするんですね。主なところではスイス、オランダ、ベルギー、イタリア、イギリス、パリなどを秋田県こうと共に渋沢栄一は一緒に回ります。ところがこの間に日本では大きな情勢変化が現れておりまして、慶応3年になりますと栄一はもう28歳になってましたが、10月14日に大政奉還が慶喜公から行われます。そして12月9日には王政復興の大号令、それからその夜には公所会議が行われて慶喜公の時間のうちということで完全に徳川幕府が覆ることになります。しかし後の細かいことは省略しますが、慶応4年栄一29歳、その括弧で書いてある年齢は栄一です。29歳の時に賭博趣味の戦いがあります。で慶喜公は京都から江戸に帰られますね。そしてやがて寛永寺の大寺院に謹慎され、さらに水戸の弘道館、さらには駿府の宝大院などに慶喜公は謹慎されます。そうしてやがてこの明治元年ですね、6月の23日に水戸藩主の吉厚公が亡くなったという知らせがパリに到着いたします。そしてすぐに帰国せよということで8月の20日にパリを出発して、秋田家公は11月の3日に横浜に帰ってまいります。この時秋田家公16歳になってました。で明治元年29歳、横浜帰着後ですね、残務整理を行ってやがて静岡の宝大院、宝大院というのは静岡駅に近いところにあるお寺さんなんですね。で帰国の挨拶をし当中の報告をされたということで、いわば明治の時代を迎えていくんですね。日本に戻ってきた渋沢栄一はやがて静岡を訪ね慶喜公にも会います。そしてその静岡にですね、その前にね、慶喜公は栄一が水戸に帰ることを抑えるんですね。これ水戸に行くと危ないという慶喜公の考え方もあったんでしょう。それで静岡に留まれたということであったようです。それでこの静岡の高野町、今夜町、高野って読むんでしょうか、そこに合本組織を作らせるんですね。それは商法会所と言われているもので、銀行と商業会社を合わせたようなそういう組織なんですね。これが商法会所です。
これは後の株式会社というものになっているということですよね。で、声援回顧録の中に次のように書いてある。国を富まして兵を強くするには、どうしても商工業を盛んにしなければならないということを考えておったので、ヨーロッパの例に倣い、小資本を集めて大資本となし、これによって商工業を営むようにしなければならないと思い、一つの新案を立てて、勘定頭の平岡純三まで権限した。この新案というのは、商法会所の設立であると。こういうふうに回想しているんですね。で、やがては明治になりまして、大蔵省、当時民部省も併置されたんですが、そこへ出資しました。で、明治2年の6月17日に、版籍奉還が行われます。11月には、大蔵省の租税の神、というものになる事例が発せられます。さらには大蔵省改正係長へというふうに累進していきます。で、大蔵省のその改正事務の担当、これにですね、渋沢栄一はどういう人を採用したかというと、かつて幕府の旗本などでですね、いろいろ活動しておったそういう人物を積極的に採用するんですね。こういったところが渋沢栄一っていう人物のね、度量の広さという目のつけどころの違うところだと思うんです。皆さんご存知でしょう。前島密か、この前島密かが駅亭の神だって後の郵便制度を確立していくんですね。それから杉浦愛蔵、こういう人、いずれも幕府の旧幕臣の有能者12、3人を採用しました。こういったところが渋沢栄一という人物の使い方というものに大きな興味がありますね。そして、諸改革として全国の測量、度量衡改正、租税の勤納制、駅定法、貨幣制度、それから六制などの改正、鉄道敷設、こういうものを次々と進めていきます。そうしてやがてもう一つ大きな、ことが見えてきます。それは明治3年、富岡製糸場の創建です。富岡製糸場を作る。フランス商会のハイメルというものがですね、大蔵の大夫大隈重信に、日本の産紙は粗悪、いわゆる日本の絹糸は非常に粗悪であるということを言ったんですね。それを聞いた当時の改正係長の渋沢栄一はですね、自分がもう少年時代から養蚕の仕事はお父さんのもとで鍛えられてきておりますから、この養蚕の知識経験、これを生かして新しい様式のものを取り入れた製糸場を作ろうということで、明治3年のウルー10月7日にフランス人の技師ブリューナーというものを招いて、地方上州富岡に創始製糸場を設けんとす、同時に栄一ら製糸場事務主任を仰せつけられと、いうことで、いよいよ製糸場の創設とその運営に当たることになります。実際にはですね、製糸場を富岡に作るわけですけれども、経営の実務者として栄一が考えたのは、いとこの小高信五郎篤忠なんですね。民部省監督権の少女というものになった小高信五郎篤忠を
迎えまして、そして大蔵省官業寮富岡製糸場係というものを作って、富岡の陣屋跡にそういうものを作りました。そして最初の日本製レンガ建造物、洋館3階の建設を行った。この日本でですね、レンガによるきちんとした建物を作った最初も渋沢栄一だと言われてるんですね。だから現在のもの深谷駅はね、レンガ造りですよね。赤いレンガ造り出てきてます。そして製糸場も明治5年に完成して、工場を募集したところが当初誰も集まらない、応募者ゼロだったそうです。そこで新五郎、小高新五郎はね、この小高厚田でありますが、自分の娘の伊佐子という人を、呼び寄せて、そしてこの伊佐子に、仕事をさせる。そうすると他の家の娘たちもね、小高さんのお父さんが やるんだからいうようなことで、どんどん、募集に応じる人が出てきた。これが一つ。もう一つはですね、廃藩置県の断行なんですね。まあ皆さんも日本史でこの廃藩置県というものの、ことは、学ばれたと思いますが、もちろんあの西郷さんの決断というものも大きな意味があるんですが、これに渋沢栄一が大きく影響してるんですね。3枚目の左側見てください。廃藩置県の断行、明治4年の7月14日、栄一当時32歳でありますが、これに関与して、5月には大蔵権太常というものに就任しまして、廃藩置県を断行する。栄一の苦慮と書いています。初版の藩札の処分、各藩にある藩札というのが膨大にあるわけですね。これをどうやって処分するか、下手すれば全国的な一揆の恐れがある。どうやったら混乱なく新しく使用する札と変えることができるかということを苦慮した結果、渋沢栄一が考えた方策、これが大事なんですね。廃藩の布告と官札を入れず、藩札交換を2つすることで対応。要するにその廃藩置県の廃藩ですね、これを布告するとも、官札を入れずに、もうすぐに、ほとんど同時にですね、藩札交換を2つするということをやるわけです。そして、次、黒いダイヤの重心というのを見てください。7月14日、明治天皇が正殿に出御されましてね、在京56の地藩寺、全国261あったわけですが、そのうちの56の地藩寺が在京してた。そこでこの地藩寺たちに廃藩置県の御事の領賜を、廃藩置県を実施するという明治天皇の御事の領が発せられるわけです。そしてこれが見事にできたんですね。英国の当時代理公使として来日していたアダムズいう人、これは岩倉公実記の中に出てくるんですが、このアダムスが述べた言葉、我がヨーロッパ州において格のごとき大事業なさんと欲せば、幾年か平和の力を持ちうるにあらざれば、こう期すことあたわざるなり。こういう大事業を行うにあたってですね、何年か、要するに平和、武力を持ってですね、兵や馬の力を用いてやらなければ絶対できないと。今、紀皇帝は、これは明治天皇を指しているわけですが、今、紀皇帝は一紙の詔書を持って一枚の
見事の理想を持って200余半の実験を修復す。宇宙間未曾有の政治なり、諸外国でもこの廃藩置県が平穏に行われたことに対してみんなびっくりしたんですね。そしてさらに渋沢栄一は日本近代の経済界社会事業のリーダーとして活動してきます。明治5年の11月に国立銀行条例というものを布告いたします。これは日本最初の銀行なんですね。第一国立銀行が設立されました。で、これは外国に習ってバンクという呼称を使うわけですが、その訳もですね、何でするかといろいろあったようですね。このバンクを何て日本語で訳すか、金庫だとかですね、銀行などの候補もあったそうですが、これは渋沢栄一が銀行これでいくというので現在まで使われているバンクが銀行という訳語に定着したんだそうですね。ところが間もなく明治5年から6年にかけて司法卿の江藤新平と大蔵大夫の井上馨とはかなりのきつい対立を行います。で、明治6年5月6日大蔵のこれ普通のあれですと庄助と読むこと多いんですが、この場合はね庄と、庄助という字に呼ばずに庄と、二字でもって庄と言うんですね。大蔵の庄、事務取扱いの渋沢栄一、まあ井上馨とともに時間を増やす、これはその江藤新平などとの対立もあったみたいですよね。とにかくもう井上馨とともに顔を辞するということを行いました。で、ただし国立銀行の設立は推進していきますぞということなんで、設立総会で渋沢栄一は大頭取、まあ、総監督目付役、これに選任されましてね、設立の関与指導にあたった株式取引、金融保険、それから運輸各種企業、ホテルなど約500余社を彼は作り上げたり改編したりしていくんですね。それから東京商法会議所、東京商工会などの会頭もやります。それから東京高等商業学校、これが後の一橋大学ですね、それから岩倉鉄道学校の創設、東京市の養育院など公共社会事業、社会公共事業の設立運営にも関係しました。こういったものが600余社という大変な数に上ります。論語とそろばんの世界というテーマにしてありますが、これはあの彼の講演録でも論語とそろばんというのが昭和60年に国書刊行会から出されてるんですね。実は初版は昭和3年なんですが、昭和60年にまた国書刊行会から出されています。お読みになった方もいらっしゃると思います。で、明治6年刊を辞して連来の希望なる実業に入ることになってから論語に対して特別な関係ができた。そして私は論語の教訓に従って商売し離職を図ることができると考えたのである、こういうことを言ってます。そしてもう一つ大事なことは君子の争いだ、いやしくも正しい道をあくまでも進んでいこうとすれば絶対に争いを避けることはできるものである。若い自分はもとよりそうであったが、70の坂を越した今日といえども
私の信ずるところを動かし、これを覆そうとする者が現れれば、私は断固としてその人と争うことを辞せるのである。こういう心構えが渋沢栄一なんですね。で、それをね、日本国内ばかりです。アメリカに行ってもやってのけてるんです。これは次の逸話です。明治40年、70歳の時に、8月に欧米実業団の団長としてアメリカの主要都市を歴訪します。そしてやがてニューヨーク州の中部にシラキュースというところがありまして、そのシラキュースの士官学校を訪問したんですね。で、士官学校参観後、立食の宴がありまして、宴会があったんですね。そこで、この立食の宴で、ウィリアム・エリオット・グリフィスという、人物が挨拶をした。このグリフィスはですね、明治3年から明治7年まで日本に来日しましてね、福井藩校とか東京の大学南校で教鞭を取ります。そしてやがてザ・ミカドス・エンパイア広告という書物を発刊するんですね。これなかなかきちんとした文章です。ザ・ミカドス・エンパイア。そういう親日派の人物なんですが、このグリフィスが、演説に立ちましてね、渋沢たち 来米した人々に対して、当時の日本人、西洋人を目してただ異敵である、野蛮人である、近獣である、来る人は必ず国を侵略するとみんな言う。いい家紋の神はそうではなく、ぜひ開国に限るという決断をもって条約を締結したために、日本が開国になった、こういうふうにグリフィスが演説をしたわけですよ。そうしたところがですね、次に演壇に立った渋沢栄一が、グリフィス君の論説は少し趣旨が違うと、日本にして今日あるをいたさしめたのは敵が一心ある国民の力であると言ってもよろしいのであれば、日本現在の日本がこうしてあるということは敵が一心ある国民の力であると言ってもよろしいんだと、いい家紋の神が日本を存立せしめたという評論はその党を失ったことである、間違いだと、もし果たしてお説のごとくであるなら、渋沢は鉄刀鉄尾名官不衛のものになるが、これに反して私の前に述べた説が正当であるというなら、グリフィス君のお説は誤りと言わなければならぬのである。これはアメリカに行ってですね、こういう演説を渋沢栄一はやってるわけですよ。するとグリフィスはですね、聞き違いがあるかもしれん、爆撃を受けても聞くに対しては大恨みは申さぬ、こういうふうに言ったそうです。こういうことを渋沢はね、アメリカに行って言い放ってるんですね。まさにこれが栄一の気骨だと私は思います。ある場合は気化抜きというものが効能を持つということを考えねばならん。ただ人は従順にして時によろしくというばかりでは神聖な人間にはなり得ぬということを覚悟してほしいと思うのであります。こういうことを渋沢栄一は述べているんですね。さて、最後のまとめになりますが、
形成の一言とそこで書いてましたけど、我が国維新後産業の顕著なる発達を見るに至った反面には、人心があまりにも物質的に流れて、紳士質実の気風を欠き、豪気の精神を失うに至ったように見える。これ近代社会に生ずる事柄に往々人道に反し、論理を乱す背徳行為の多いゆえんである。要するに倫理を乱す道徳に背くような行為が多いことだ。このありさまで進んでいけば、いかに産業が進行しても、ついには陰備堕弱の風を順次し、陰備というのは乱ら、主に贅沢ですね、堕弱というのは怠け、弱い、こういう風をどんどん広めていって、仁義道徳を無視し、国家の衰微を招くようになりはせぬかと関心に耐える次第である。寒気がするということなんですね。これは渋沢栄一が国家と社会という本の中で、渋沢栄一訓言集というのに収められている言葉なんです。こういったことをね、堂々と述べる、それが渋沢栄一という人物ですね。そして明治33年61歳の5月には男爵を授与されます。大正9年1920年の81歳の9月には子爵を授与されます。そして昭和6年1931年92歳の11月11日に亡くなりました。そしてこの渋沢栄一はですね、2人の重要な人物の伝記を交換しているんですね、作り上げているんです。一つは徳川慶喜公伝、大正6年に発行されています。それから楽王公伝、楽王というのは松平定信公、松平定信公のこと、定信公の家紋は楽王なんですね。で楽王公伝、これも昭和6年に、原稿出来上がって12年に発行したように、こうしてこれを出版するというようなことで、まさに渋沢栄一という人は、まあ、皆さんもよくご存知だと思いますが、やっぱりいろんな企業に関係したり、作り上げたのは500、600という大変な数なんですね。そういうことをやっておられて、そしてこの渋沢栄一という人は、まさに今度は最高額の紙幣である一万円札になるそうでありますが、時間になりましたので、これをもって、まあ、一つ、まあ、十分な内容をお話しできませんでしたけれども、一応清廉渋沢栄一の気骨ということで今日は話を終わらせていただきました。どうも失礼をいたしました。